どうも皆さんこんにちは、タカピーくんちのタカピーです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は星野リゾート様の中で初めてご紹介するブランドのカイシリーズから、カイ伊東へ訪問した際の様子をお届けしてまいります。和の雰囲気を存分に感じる建物の様子から、源泉かけ流しの温泉、また食事の様子などもお届けしてまいります。心も体もしっかり癒されるカイ伊東、ぜひ最後までご覧ください。それではカイ伊東編スタートです。今回は踊り子号に乗って伊東まで電車で向かいます。川崎、ご乗車ありがとうございます。静岡県に差し掛かると海が見えてきました。そうね、空に晴れ間も見えてきたことから、海の色もより鮮やかに映える様子も目に入ってきます。いよいよ伊東に到着するようです。まもなく伊東に到着いたします。およそ1時間半後、目的地の伊東駅に到着しました。踊り子号はこの後伊豆急下田駅までさらに奥へと進んでいきます。伊東駅前の様子を横目に見ながら、宿まで徒歩で向かうことにします。伊東駅から10分ほど歩いたところに、こちらが海伊東になります。正面の入り口側に回ってきました。立派な門構えから期待感も高まります。それでは建物の中へと入っていきます。和の雰囲気を存分に感じさせる内装、訪問した際は立派な雛飾りも設置されていました。チェックインを済ませた後、まずはお部屋に向かいました。畳張りの作りから草花を使った照明、そして床の間飾りまで、こちらの施設のお部屋はそれぞれ伊豆花小読の間と呼ばれているとのことです。窓から見た景色はこんな感じです。外の様子も気になるので後で見に行ってみることにします。お部屋を見回してみると、テレビ、そして急須やポットも置かれていました。また引き出しの中にはさらにコップやインスタントのコーヒーなども用意されていました。冷蔵庫の中にはウォータージャグ、そして有料のドリンクも入っています。
トイレの様子はこんな感じです。そして次に洗面スペースへ。こちらではハンドソープや洗顔フォームなど各種アメニティが設置されていました。またこちらは怪シリーズではおなじみの風呂敷。こちらを開けてみると中にはアメニティセットが入っています。そしてお部屋の特徴の一つとして浴槽がヒノキのお風呂となっています。大浴場だけでなくお部屋でも好きな時間に何度でも木の香りとともに心地よい時間を過ごすことが可能です。またお部屋のクローゼットの中には館内着となるオリジナルのサムエも設置されていました。サムエの上着にはさりげなくハイシリーズのロゴも入っていました。お部屋の探索も一段落したのでご用意いただいたお茶菓子をいただきながら少し休憩することにします。お茶とともにまずは一息入れることにします。このタイミングで施設全体の構成などもチェック。ちなみに大浴場については混雑具合を確認することも可能です。それでは館内の探索にも向かうことにします。4階から客室なんだ。3階も客室だ。あ、なるほどね。再び1階へと戻ります、こちらではご当地学というアクティビティを楽しむことが可能ですが、その前にショップの様子も見てみることにします。広いスペースでユニークな商品が数多く並べられていました。またこちらはお湯院長です。ハイシリーズの各地の施設でスタンプを押すことができ、温泉巡りの思い出にすることが可能です。準備が整ったようなのでご当地学ルームへと移動します。こちらのご当地学では椿油作りを体験することができました。まずは専用の圧搾機を使って椿の実を絞っていきます。果たしてうまくできるでしょうか。結構きついよね。いいんだよね。合ってるよね。はず。時計回りだよ。なんか出てくるのか。あ、出てきた。おお。作った椿油はそのまま持ち帰ることも可能です。ご当地学を体験した後はトラベルライブラリーへと移動します。こちらでは置かれた本を楽しむことに加え、無料でドリンクをいただくことも可能なスペースとなっています。それでは大浴場の方にも行ってみることにします。途中で何やら気になるスペースがあるのを見つけます。こちらは湯治ルームです。お部屋にはヨガマットが敷かれており、湯治のためにヨガをすることも可能となっているようでした。またその隣にはお子様向けスペースも設置されていました。湯治ルームを出ると向かいの壁には温泉の入り方についての情報も掲示されています。さらに奥へと進んでいくと右手に湯上がり所を見ながら外へと出ていきます。外の廊下をさらに進むと
こちらが大浴場の入り口です。お風呂を出た後は周辺の様子もチェックしていきます。一番奥、男性用の大浴場の隣にはなんとまさかの温水プールまで設置されていました、うん、加えてこちらのプールでも源泉が使われているとのことです。いるのか。プールから右手の道に進んでいくと池でたくさんの鯉が泳いでいました。池のそばには鯉の餌も置かれているので実際に餌をあげることもできるようになっていました。そして屋外のもう一つのスペースは足湯スペースです。お風呂から出て少し冷めた体を温めるため、ね、こちらにも少し入ってみることにします。こちらももちろん源泉かけ流しとのことです。それでは先ほどの湯上がり所にも入ってみることにします。ゆったりとしたスペースでお風呂上がりにくつろぐことが可能です。湯上がり所では水分補給ができるドリンク、そしてアイスキャンディーも置かれています。アイスキャンディーについては4種類、お好みで選べるというのも嬉しいですね。またドリンクは当事者をいただきました。もちろんそれぞれ無料でいただくことが可能です。そしていよいよ夕食の時間です。1階の食堂へと移動します。上品な雰囲気の中、料理が出てくるのを楽しみに待つことにします。本日のメニューはこちらです。お酒とともにそれぞれの品を堪能していきます。こちらが宝楽盛りです。お作りをはじめ色とりどりの一品に目移りします。こちらが牛しぐれ煮を使ったご飯です。土鍋を使った一品でついついおかわりしたくなる美味しさです。最後のおしゃれなデザートまでしっかり美味しくいただきました。そして翌朝、優しい朝の光を感じながら朝食へ向かうことにします。今日の献立はこんな感じです。それでは一品ずつ味わっていきます。ご飯に関してはアジのなめろうを使ってお茶漬けとして食べることも可能です。ご飯はしっかりおひつからいただきます。なめろうに加えて海苔やぶぶあられ、錦糸卵などをお好みでのせ、最後にお出汁を入れていただきます。この日は朝から天気もよく、光に照らされた木々の色が鮮やかに映っていました。温水プールも入ると気持ちよさそうな雰囲気でしたね。そしてチェックアウトの時間となりました。うん。
宿からは伊東駅まで再び徒歩で戻り、電車で自宅の戸へと着きました。今回の星野リゾート界伊東での滞在、数々の源泉かけ流しの温泉をはじめ、アクティビティや料理まで癒しのひとときを過ごすことができました。静岡県にある界伊東の施設、ご興味ございましたらぜひチェックしてみてください。最後までのご視聴本当にありがとうございました。またの機会にお会いしましょう。